福岡ソフトバンクホークス対バッターボックスには平田が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。落ちる球を見極めました。これが4球目。打ちました。セカンド取った。1塁アウト、3アウトです。打順は1番に帰ります。バッター柳田。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。打ちました。セカンド取った。1塁アウトで3アウトチェンジです。バッターボックス中田。まあ、前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。破りました。センター前、ツーアウトランナー一塁。今日は見事な完封で白星を挙げました。